体のケアについてちょっと紹介していただきたいと思います。ケアね、まあ、正直やったりやれへんかったりでやってるんですよね。だからほんまは年々年を取るごとにケアってものすごく大事には、なってくるんですけども、やっぱりこうただ大事なのは僕の中でもそうですけど、ストレッチをした時にどこの部位を伸ばしてるとか、どこの部分が凝ってるなとかいうところを、例えばね、あのテニスやってる人が例えばまあその鍼灸の先生であったりとかいうのは多分よう分かってるけど、選手もやる以上は分かっとかないと、今ここ疲れてるからここ伸ばさないと、例えばね、ふくらはぎがつったら、まあ、伸ばすとするならばアキレス腱伸ばそうっていうのは、この辺はみんな知ってますけど、ね、太ももの前がつったりとかね、踏み替えたらもう腹筋がつったりとか、した時にどの部位がつってるかっていうのを知っとかないと、そのストレッチの方法であったりそこのマッサージの方法であったりっていうのは僕は一応知ってるので、ただ試合中でもここあかんわ、ちょっと体の動きが悪くなった時にチェンジコートのベンチに座りながらストレッチやったりしながらほぐして、ちょっとでもマシにする、次のプレーを良くするために、それをただ疲れたわ椅子でだらーっと座ってるだけでは、結局はそこがどんどん筋肉って収縮しちゃうとね、固まってきて今度はつったり痙攣起こしたりっていうのがあるんで、やっぱその辺はあのケアとしてはそのプレーの時もそうだし、プレー後もそうだし、もちろん家帰ってとかもできればした方がいいんだけども、ただ知識として知っとけば、今日この辺あかんわ、腰が今日だるいわ、じゃあ腰伸ばそうっていうことを、まあ、知ってるかどうか、っていうことは大事かな。もちろんその自分の横にね、そういうマッサージしてくれるトレーナーがいてくれてたら、知らなくてもトレーナーがいて、ちょっとここなんか痛いねみたいな、そこの伸ばし方を、まあ、伸ばしてくれるけど、まあトレーナーが横について試合する人はね、多分こんな YouTube 見てないと思うし、まあまあけどね、そのトップの、ね、人しかそういうのはなかなかないと思うんで、だから自分でセルフケアをやっぱりしないといけないっていう意味では、テニスっていうことを目を向けてるだけじゃなくて、そこから自分のパフォーマンスを上げるためにはケアをどうしたらいいかっていうところもやっぱり目線広げていって、視野広げてやった方がいいんじゃないかなと僕は思いますね。なるほど、勉強になります。はい、はい、じゃあちょっと最後の質問になるんですが、まあ、僕の中でもイメージは右近さんシングルスっていうね、もうダブルスがものすごい、まあ、もう上手いもそうですけど強いっていうイメージがものすごくあって、そこで何かこうダブルスで勝つ方法、シングルスもダブルスもそうなんですけど、まあ、ダブルスの方がすごく僕も気になってて、僕も結構ダブルスプレイヤーなんで、ダブルスで勝つ方法をぜひ皆さんにも紹介していただけたらな。あの、まあ、ダブルスはね、個の力では一人の力ではやっぱり勝てない。はいはいはい。まあ、二人で組んで、まあ、力を合わせてなんで、この 1+1 が3になるように、もう2だけじゃなくて、よりさらにパワーアップできるように、はい、っていうことをまず考えると、まず自分ももちろん一生懸命プレーに集中する。大事なのは相手にももちろん集中してもらえるようにっていうところの、まあ、心がけ、ただ相手も、まあ、相手じゃなくて自分のペアも、まあ、人間なんで、いろいろこううまいこといけへんかったら怒ったりとかするところもあるけれども、まあ、いかにこうペアを上げれるかっていうところ、ただあんまりペアばっかり意識しちゃうと、今度ね、さっきの試合で言ったように相手を見ないといけないから、はいはい、相手からのボールをどう処理するか、どう嫌なところを見つけないといけないかなんで、やるときは自分が集中する、ペアの方を心配するわけじゃないけど、ポイント間の間にいかに、その時には別に相手って今見る必要がないので、ポイント間でペアにどういう声かけをするか、っていうところはやっぱり、まあ、心がけてるところかなっていうところですよね。お互いなんかすごくいい感じで力が出せたら、まあ、もちろん試合には勝てる可能性もあるんで、シングルスよりも奇跡が起きやすいんで、ダブルスの方が、はいはい、まあ、その辺のうまいことをこう力の合わせ方としては、そうですね、僕の中で一番思
思い出があるのは、まあ、それこそもう20年以上前の話ですけど、まあ、バッカバカ機嫌よってて、はい、けどそれが入らへん、はい、で入れへんってなってくると、まあ、テニスプレーヤー誰しもあると思うんですけど、だんだん腹立つ、はい、苛立ちが出てくる、はい、で苛立ちがやっぱり出てきて、うまいこといけへんわ、なんで入れへんねん、うん、いうことばっかりがこう繰り返されるわけね、うん、でその時に、まあ、僕ペアを組んでもらった僕の10個上ぐらいの先輩なんですけども、まあ、その先輩がすごくこうね、あのアドバイスで一言、僕はもうイライラしてる時にもっとクールにやろうぜ、ほうかっこよくクールに行こうぜ、はいはいはい、全てをみたいなね、はい、クールに行けたら絶対決まるよと、もうそう言われただけで、まあその時若かったんで、はい、そうか、こんなカッカしててね、かっこ悪いし、うん、なんかダサいなみたいな感じで、はいはいはい、なってることに気づかされて、そっか、全てをクールにしたらいい、もっと涼しく楽に行こうぜみたいな、うん、一言、本当にクールに行こうぜって言われたのが印象で、ああそっか、なんかめっちゃカッカしててなんかおかしかったわっていうので、クールにしようっていう思いだけで、まあそれこそ入らへんかったものが入るようになったりとか非常にしたので、ああこういうペアの一言ってすごいありがたいなと、すごくそこは感じたんで、はいはい、だからまあ自分もね、それこそテニスをやっていく中でやっぱペアに対しては、まあ、なんで入れへんねんみたいなとかね、入れろやにはこんなこと言ったらペア嫌やろなっていうことをやっぱりどうしても言ってしまうことがあると思うんですけども、はいはいはい、もうそうなってくると試合どころじゃなくて、もうそのペアからしたら敵さんにおるわみたいな状態にはなると思う。なるほど、はい、だからそこのところをいかにこう一言うまいことを言うことによって、まあ例えばもう意気消沈しててこうね、あかんわなってるやつにどういう声かけをしたらいいかとか、はいはいはい、熱くなりすぎてるやつにはどう、さっきのでクールにさせれるか、はいはいはい、やっぱその辺はもちろん感じとかないといけない、ペアとしては、うん、その辺は見ながら、まあ、アドバイスしたりすることによって、やっぱりこう全然やっぱこうペアもやりやすくなるっていう、イコールリラックスできたらそれこそいいプレーができるはずなので、はい、こっちがやってほしいことを求めてばっかりで向こうが逆にそれをプレッシャーに感じるならば、そのアドバイスはバスなんで、うんうん、それはもう練習でしとかないといけない、はい、だからそこをいかにストレスをなくして楽しくプレーできるかっていうところに持っていけれるようなプレースタイル、で自分は自分でもちろんプレー始まったらもう自分は相手から来るボールに対して相手にもうペアはどうのこうの、もちろんペアの存在を感じないといけないけども、相手があっての自分らのチームなので相手がどうなのかというところのやっぱり切り替えが大事かな、チェンジコートしてる間、プレーしてない間にペアとのコミュニケーションどうするか、そういうところをこ う, うまいことこう取れたらやりやすくはなるし、まずそういうところをペアをいかに立てていけるかっていうところね、うん、そうなってくるとやっぱ絶対プレーも変わってくるし、でまあダブルスが面白いのはね、やっぱり2人で協力し合ってやるところなんでね、うんうんうん、協力できる、まあ、パートナーを見つけないともいけないし、そういうパートナーとの力の合わせ方一つなんでね、うん、そういうところでやっぱり変わってくるんじゃないかなと思うと思うんですよね、うん、なるほど、シングルスとは別物なんですね。別ですね、簡単に、うん、うまいことを例えばね、自分より上手い人であれば、まあその人に、まあ、極端な話、考えんでいいことかもしれないけど迷惑かけへんように、はいはいはい、自分は一生懸命やれば、はい、いいと、うん、けど問題は自分が上手くてペアがちょっと自分の劣る、はいはい、いうペアと組んだ時にどう向こうペアに、うわこの人と組んでるからプレッシャーやわってなってしまうと、いいプレーできひんし、失敗ばっかりすると余計失敗が気になりすぎて、うわこんなにやったらペア怒られちゃうかなとかいうような思いをさせてしまうと、もちろん良くないから、だからそこをどう一言二言上手い人からその人に対してのペアのアドバイス、いやいや、まあ、よかったやんとか、ちょっと惜しかったらね、ジャストボールぐらいやったら惜しいなとか言うて、やっぱりできるだけストレスをかけないよっていうところが、まあ伸び伸びプレーできていくんじゃないかなと思います。
まあ、あとはペアのその人の性格にもよるから、はいはいはい、性格を見ながらせなあかん部分もあるとは思うんだけども、はいはいはい、まあ、その辺はもちろん対戦相手も見ないといけないし、ペアもやっぱりしっかりとどんなタイプなのかっていうのも見とかないといけない。それこそ手のひらに乗っけてどうなのかっていうのを分析できるような見る力っていうのは絶対養っていかないと、やっぱりこう試合には勝てないんじゃないかなとは僕は思うかな。はいはい、はい、なるほど。まああのシングルス、まあ、される方も多いと思いますけど、ダブルスされる方はもう世の中ものすごく多いと思うので、やっぱりね社会人になるとダブルスの方が多いと思うので、こういう、ベテランの優勝回数8回7回ダブルス7回優勝されている方のそういう気をつける点だったりとか、皆さん参考にしていただけたらいいかなと思います。これで、たくさんの、質問させていただきましたが、皆さん一般のプレイヤーの方もベテランだけでなく一般のプレイヤーの方も、皆さん参考にしていただければいいかなと思います。すいません、ゆうこさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。